ダラススターズはアメリカ合衆国テキサス州ダラスを本拠としているナショナルホッケーリーグ所属のプロアイスホッケーチームである。1993年以前はミネソタノーススターズとして知られていた。1967年にミネソタ州セントポールを本拠にミネソタノーススターズが発足。ミネソタはブルーミントンのメトロポリタン球場に隣接して新たに建設された。 メトロポリタンスポーツセンターで試合を開催していた。当初はプレート、観客動員数の双方の面で成果を上げたものの、1970年代、中盤の低迷の後財政混乱に陥る。1978年には同じく危機的状況に、あったクリーブランド・バロンズのオーナー、ガンド兄弟に買収され、協会は2チームの合併を認可する。合併後は、 ミネソタノーススターズの名前を保ち続けたが、ディビジョンはバロンズの属していたアダムズディビジョンに残った。合併により有望な選手を多く得たノーススターズは再興し、1981年のスタンレーカップ決勝に進むが、その相手ニューヨークアイランダーズに敗れる。1990年代の初めには観客動員数の減少。 新たな繁華街を取り込むことが困難なことなどから、オーナーは1990年、サンフランシスコベイエリアへの移転を要望するが、協会はこれを退け、代わりに、新チーム、サンノゼ・シャークスのオーナー権を、ガンド兄弟へ与えることに合意する。もともとサンノゼにチームを置く予定だった、投資家の集まりにノーススターズは売却され、最終的にはその中の一人、ノーマン・グリーンが、 支配権を握る。翌年のスタンレーカップ決勝では、ピッツバーグペンギンズ相手に敗北を喫する。2年後、さらなる工業不振と激論のさなかで、グリーンは、テキサス州ダラスのリユニオンアリーナへとチームを移転する、認可を得る。そこで名前もスターズへと改められた。1994年のプレーオフは、シンデレラストーリーを演じたバンクーバーカナックスに、敗れる。 その後グリーンはトム・ヒックスにチームを売却。1999年にマイク・モダの、ジョー・ニュー・エン・ダイク、デリアン・ハッチャー、ブレッド・ハルラを養子決勝の相手バッファロー・セイバーズを打破、前身のミネソタノース・スターズ時代を含めて初のスタンレーカップを獲得した。2000年のカップ決勝ではニュージャージー・デビルズに敗北。2001から02シーズン前に 新設のアメリカンエアラインズセンターへ移転。テキサス州への移転には当初懸念の声もあったが、スターズは成績の上でも経営的にも成功を収める。1999年にはカップ獲得に加え、最高のレギュラーシーズン総合成績を残したチームとして、プレジデンツトロフィーも受賞。過去9年間で地区優勝7回、ウェスタンカンファレンス制覇2回。 ダラス移転後は、ウェスタンカンファレンスの、ビッグ、ホーと呼ばれるなど競合チームとして活躍。さらに、2005年度以降に、NHL で投入された、シュートアウトでは、史上最強のシュートアウトチームと呼ばれるような活躍を、している。主に、シュートアウトで活躍するのは、本来ディフェンスマンのセルゲイツ・ボブ、2005から2006年度に、9連続シュートアウトで、ゴール、 という NHL 記録を成し遂げたユシー・ヨキネンなど、2008から2009年、ニクラス・ホグマンやアンティ・ミエティネンの流出、FA で獲得したショーン・エイブリーの大不信などで、開幕から負けが込む。最終的に勝ち点8でプレイオフを逃し、2002から3年以降続いていた連続プレイオフ進出の記録は途絶えることとなった。ありがとうございます。